ルールさえ守れば、衣食住は保証します。性欲も。借金取りに追われ暴行を受けていた青山は、黄色いつなぎを着たヒゲ面の男に助けられる。その男は青山に、居場所、を、用意してやるという。青山のことを、ジュード、と、呼ぶその男に誘われたどり着いた先は、ある奇妙な、町、だった。町、の住人はつなぎを、来た、シューター、たちに管理され、簡単な労働と引き換えに、衣食住が保障される。それどころか、町、の社交場であるプールで、繋がった者同士で接、素の、快楽を貪ることもできる。ネットへの書き込み、別人を装っての選挙投票。何のために？誰のために？住民たちは何も知らされず、何も深く考えずにそれらの労働を受け入れ、奇妙な町での時間は過ぎていく。ある日、青山は新しい住民、赤子と出会う。彼女は行方不明になった妹をこの町に探しに来たのだという。他の住民たちとは異なり思い詰めた様子の彼女を青山は気にかけるが、あらすじ、公式サイトから引用。映画の詳細情報はこちらです。世にも奇妙な物語が好きな人におすすめ。この映画を見た方はコメントに感想をお願いします。